さまざまな皆様のご労苦に心から感謝申し上げ、御礼の言葉といたします。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。惜しい、残念。じゃあ順番に並んでもらって、できたって。もう少しでいこう。ぜひぜひ園内回っていただければと思います。あれ、くっついちゃった。はい、お、できたんじゃない。絵を見て、あの地域に貢献したいとか、世界に挑戦したいとか、自分の力を信じて活躍したいなと思えるようになっていただけるといいかなと思います。大きくなっても子供心キラキラ抱えたまま、紙芝居で笑い転げていただけるような、そんな大人になってほしいと思います。志をやっぱり大事にしてほしいと思ってます。志がないとやっぱり途中で挫折することが多いと思いますので、志大事ですね。諦めずに頑張ってたら、いくつになっても自分のその夢は叶う時は来るんじゃないかなっていうふうに思ってるので、それを信じて頑張っていってほしいなって。私も子どもたちと触れ合ってすごく元気をもらいました、ね、思いやりのある子とか、正義感のある子とか、そういうふうになってもらえれば一番嬉しいですね。これからね、こんな風にこうやって目をキラキラ輝かせていく、そんな大人になっていただけたらなと思います。で、足元だけ本当にガタガタしてるとこもあるんで、本当にゆっくり行きましょう。あれ、あそこに何か見える。ゴツゴツしてるから、あ、そっち歩かないで。あそこ、なんか坂みたいになってるよ。まあ、大人がついてくるときは、大人が